ゲットウ。ゲットウ。ゲットウはヨーロッパ諸都市内でユダヤ人が強制的に住まわされた居住地区である。第二次世界大戦時、東欧諸国に侵攻したナチスドイツがユダヤ人絶滅を策して設けた強制収容もこう呼ばれる。アメリカ合衆国などの大都市におけるマイノリティの密集居住地を指すこともある。ゲットウの名称は 主に以下の4つの文脈で用いられるが、本来は中世ヨーロッパにおいてユダヤ人が法律によって居住を強制された市街地区を指す言葉であった。本記事では主にこの中世ヨーロッパの諸都市に設けられたユダヤ人強制居住区域としてのゲットを並びにナチスドイツによって復活された強制収容所としてのゲットをについて記述する。 アメリカ合衆国の移民系密集居住地区に関しては本記事中の不死、その他の月頭、またはスラムを参照されたい。月頭、月頭の語源については諸説ある。月頭が形成されたのは文化的、宗教的に少数派であるユダヤ人が中世ヨーロッパにおいて異質なものとして見なされたためである。結果としてユダヤ人は多くの都市で 厳しい規則のもとに置かれた。ゲットーは受精によって性格をことにし、ベネツィアゲットーのように比較的裕福な住民が集まるものがあった一方で、ひどい貧困状態にあり人口増加に伴って、街路が狭く住宅が高層密集するものも存在していた。ポグロムから身を守るために、内側から、あるいはクリスマスや杉越しそして復活祭の際に、ユダヤ人が手来られないように外側から、 ゲットーの周囲には壁が築かれた。古代のアレクサンドリアやローマなどにはすでにユダヤ教徒の巨大居住区が存在していた。中世ヨーロッパ前期やイスラム圏でもユダヤ教徒居住区は存在した。しかしこれらは強制されてできたものではなく、ユダヤ人が自らの意思で集まってできた居住区であった。何か政権が課せられるといったこともなかった。 しかし、1096年の第1回十字軍遠征以降、ヨーロッパでは十字軍遠征のたびに、ユダヤ人は迫害を受け、また、社会不安が高まるごとに、ユダヤ人は迫害の対象とされていった。13世紀後半以降、まず、ドイツでユダヤ人の強制隔離が実施されるようになった。こうしてできた、ユダヤ人の強制隔離居住区は、周囲が壁で囲まれ、出入りが制限され、 また黄色の印などユダヤ人であることを示すマークを付けさせられるなどの様々な制限が課せられていた。14世紀のペスト大流行でペストを持ち込んだとされたユダヤ人への迫害が強まりヨーロッパ中でユダヤ人の隔離政策が取られるようになっていきユダヤ人隔離居住区は教会から離れた場所に付けられることが一般化した。この頃にできたユダヤ人隔離居住区としては フランクフルトアムマインの有伝合セア・プラハのヨゼフォフが特に有名である。もっともこれらは創設当時ゲットウとは呼ばれていなかった。初めてゲットウと呼ばれるようになったユダヤ人隔離居住区はベネツヤ共和国のベネツヤゲットウである。1555年には反ユダヤ主義者のローマ教皇パウルス四世がベネツヤのゲットウを真似てローマゲットウを創設した。これを機に 強行領中に月頭が創設されるようになり、1562年には月頭の名称が公式に法文化された。その後、ヨーロッパでは数世紀にわたって大半の国々で同様の月頭が築かれることになった。この頃の月頭はほとんどが石壁に囲まれ、夜になると外部との門が閉じられ、昼でもユダヤ人が月頭の外に出る際には、 ユダヤ人であることを示す印を身につけることが強制された。また、ゲットウの内部では、ユダヤ人は、ある程度の自治権を得ていたものの、人口の増加に伴う居住地の立体化、高密度化により、衛生状態は次第に悪化し、スラム化する地域も数多く現れた。フランス革命後、18世紀末、以降西ヨーロッパ諸国では、フランス革命並びに、 当時の自由主義運動を背にしたナポレオンがユダヤ人解放と共に各地のゲットを解放した。1870年頃にはローマのゲットがヨーロッパに残る法文による最後のゲットとなっていた。しかしナポレオン失脚後再びユダヤ人の生活には政権がかけられるようになりアメリカへ移住するユダヤ人が大量に生まれることになった。また他方で ロシアや東欧諸国のゲットウは20世紀に至るまで存続した。特筆すべきは、第二次大戦でドイツに占領されるまでポーランドにはユダヤ人自治区、シュテットルこそあれ、ゲットウというものが全く存在していなかった事実であろう。右上の写真のクラクフのカジミエシチクのように、シュテットルのすぐそばに国家にとって大事な立場にある教会が建てられていることもあった。 13世紀の仮種の法令以来ヨーロッパの他国と異なり民族的に寛容な政策を国家、社会の根幹となす伝統としていたポーランドではユダヤ人はごく一部の大都市の旧市街を除いて基本的にどこでも自由に住むことができたその旧市街でさえもユダヤ人居住制限が近世にどんどん緩和されていった第二次世界大戦時ナチスは ユダヤ人を非常に狭い地域に押し込めるために、東欧諸都市に、ゲットを復活させた。1939年以降、ナチスは、ポーランド国内のユダヤ人を、大きな都市の特定地域移動させ始め、1940年10月には、占領下最大規模のワルシャーゲットが設けられるなど、多くのゲットが1940年から1941年にかけて設定された。 その後、ゲットーはホロコーストにおける事実上の強制収容所となった。ゲットーの生活は過酷を極め、伝染病や飢餓などによって数多くのユダヤ人がその命を落とした。1942年、ナチスはホロコーストの絶滅収容所へ強制移送を始める。ヨーロッパ各地のユダヤ人が東欧のゲットーもしくは直接に絶滅収容所へ移送され、 ワルシャワゲットからだけでも52日間で30万人もの人がトレブリンカ強制収容所へ移送された。ワルシャワゲット放棄をはじめとして、いくつかのゲットでは武装放棄が発生した。しかしどれも失敗に終わり、ゲットのユダヤ人はほぼ完全に殺害された。第二次世界大戦中の1940年以降、東欧諸国に侵攻したドイツは、 占領地にゲットを設けて、現地のユダヤ人を強制的に移住させた。特に、ポーランドに侵攻、併合した後、ワルシャワのユダヤ人に居住を強制したゲットは、ワルシャワゲットの名前で知られている。ワルシャワゲットは38万の住人を抱える、ナチス占領下ヨーロッパで最大のゲットとなった。ワルシャワゲットの他にも、当時は、数多くのゲットが存在していた。 ゲットーは、出入り禁止とされ、ユダヤ人たちは、ダビデの星を腕などにつけさせられ、1942年の、移送と1943年の、新英対少将,将ユルゲン・シュトロープによる、ゲットー相当で、トレブリンカやアウシビッツ等のユダヤ人、強制収容所に移送されるまで、そこに住んだ。監視が厳しく、外は高く厚い壁と脱出防止の電線や、有刺鉄線が敷かれ、 逃亡を見つけられたユダヤ人は皆射殺された。ゲットの中は悲惨な状態であった。ワルシャワでは人口の30%が地域の2.4%に住まわされ平均して1部屋に9.2人が暮らす密集具合であった。かつてご家族が生活していた空間に700人が暮らすゲットもあった。ワルシャワで配給される食料は ポーランド人一人当たり669キロカロリー、ドイツ人一人当たり2613キロカロリーであったのに対し、ユダヤ人人一人当たりでは253キロカロリーであった。しかし外出することが許されなかったためこの食料に頼るしかなかった。下水設備などはほとんどなく密集した生活環境と極端な食料不足により伝染病の流行や飢餓で、 何十万もの人が死に至った。それでも、中にいたユダヤ人たちは少しでも前の生活に戻ろうと、学校や診療所を設けたり、コンサートを開いたりもした。ゲットーの外ではヒュダヤ系ポーランド人たちによって、背ごたの暗号で呼ばれる秘密組織、ユダヤ人救済委員会が設立され、彼らは、ありとあらゆる手段で、ゲットーのユダヤ人たちを支援した。異例のセンドラーや、 1990年代に、ポーランドの外相となる、若き日のブワディスワフ・バルトシェフスキモジェゴタの中心目バーで、月頭内のユダヤ人を助けようと必死に活動した。ユダヤ人救済活動が発覚すれば、ドイツ人によってその場で銃殺されることになっており、自分だけでなく、家族もドイツ人によって全て殺される可能性があった。子供の権利条約のもとになった、 子供の権利の提唱者、ヤヌシコルチャックとその個人員の子供たちもここから、トレブリンカ強制収容所に送られた。大都市に存在する貧困層の密集居住地域を、ゲットーと呼ぶことがある。アメリカ合衆国では、ニューヨークやサンフランシスコなど大都市に、ゲットーと呼ばれる地域が存在する。居住者は貧困層に属するアフリカ系アメリカ人、ハーレムなど、やプエルトリコ人、 ラテン系アメリカ人、アジア系アメリカ人の人々である。シカゴ学派都市社会学者のルイスワースによる研究をきっかけとして、これらの移民系密集居住地区が、ゲットーと呼ばれるように言った。フランスでは、警察と若者の衝突が頻発した1980年代末より、社会の分裂をセンセーショナルに報じる、マスメディアによって、少年による、 大規模な飛行事件など治安問題が生じた。低野賃住宅区域にして、月頭という言葉が使用されるようになった。アメリカのゲットーと同様に、地域の住人には貧困層や労働者階級が含まれるが、アメリカのゲットーが40万から100万人の住民が居住すのに対し、フランスのゲットーの規模は、その10分の1を超えるものはない。また、 フランスのゲットーは概ね都市構造が周囲と隔離されてはおらず民族的にも多様である。ジャマイカでは首都キングストンにトレンチタウンなどのゲットーと呼ばれる地域がある。サブサハラからサハラ砂漠以北の国々を目指す経済難民が集積する難民キャンプをゲットーと表現することがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。